創発的研究支援事業は3期目の募集を迎え、本事業の考え方や目指す方向性も浸透してきたものと思います。この制度はいわば何にも縛られない自由な発想で挑戦的な研究を長期的にサポートする他にはない制度です。私ども科学パネルでは過去2年間 PO と AD が一丸となって築いてきた方針やあり方を踏襲し、短期的な成果が見える優等生的な研究提案よりむしろ新しいコンセプト、ユニークさ、そして何より情熱あふれる提案を重視したいと思います。採択された暁には小さくまとまらず、常にチャレンジできているかということを自身に問いかけ、既存の視点や常識にとらわれない良い意味でのへそ曲がりとなって、存分に独創的な研究に取り組んでください。ものづくりを基盤とする科学は、あらゆる科学技術の根幹をなす学問領域です。科学技術を取り巻く昨今の状況は、好奇心駆動型の研究よりも課題解決型の研究が重視される方向にありますが、関係パネルでは前者を重視しています。豊かな感性を発揮し、大胆さと繊細さを持って、真っ白なカンバスにドキッとする絵を描く気持ちで、自由かつ創造的な研究を展開してほしいと思います。さて、創造の捉え方として無から有を作るといった考え方もあるかと思いますが、これまで誰も考えていなかった新しい組み合わせを見つけることも創造といえます。他の研究支援制度に比べてはるかに広い分野から新進気鋭の若手研究者が集う創発的研究支援事業は、その名の通り、まさに研究者間、そして研究分野間の新たなシナジーが生まれる格好の場となります。ふとしたきっかけから新たな視点に気づく、はっと目が開くといった、昨日と今日で全く違う自分が生まれる機会にも恵まれると思います。そして科学において、未来には常識となっているような新しい価値創造につながる研究が実現できることを切に願っています。